ハリマールビオン一問一答コーナー。姫路女学院高等学校監督の米津美和です。今回は15個の質問に答えていきます。それではどうぞ。好きな背番号は14番です。好きなゴールキーパーは福本美穂選手です。好きなディフェンダーは、池田博美選手、旧姓磯崎博美選手です。好きなミッドフィルダーは絶対に澤穂希選手です。好きなフォワードは、たくさんいますが大野忍選手です。マイベストイレブンは、システム4123でいきます。ゴールキーパーは、福本美穂選手で、ディフェンダーは左から鮫島彩選手、甲斐淳子選手、磯崎博美選手で、右のサイドバックが金賀ゆかり選手で、中盤ボランチに澤選手で、トップ下シャドウ2枚で宮間綾選手、大野忍選手で、3トップ左が川澄奈穂美選手で、一番頂点センターフォワードが土持千里選手、ごめんなさいまた間違えました、北本綾子選手で、右が深沢梨沙選手です。どんな服装が好きか、基本的には楽な格好が好きなので、パンツに上はシャツ、 T シャツだったり、普通にボタンいっぱいのシャツだったりが多いです。現役時代に尊敬していた選手は澤穂希さんです。現役時代のこだわりは、オフの日にオンとオフのメリハリをしっかりつけたかったので、チームメートとはなるべく会わないようにしてました。レッドカードの経験は、昔レッズレディースとのゲームで同点で迎えたロスタイムにファウルをしてしまって、そこでイエローカードを受けたんですけど、それが2枚目で退場になりました。で、その自分がファウルしてしまって与えたフリーキックを決められて、直接決められて逆転負けしたっていう、とても辛い思い出があります。こんなプレーができたら嬉しくてたまらないっていうプレーは、サイドでプレーすることが多かったので、もうとにかく相手のサイドバックとの駆け引きに完全に完璧に勝った時で、背後に抜け出してキーパーと1対1になるところまでの勝負でサイドバックに勝った瞬間っていうのが、もうたまらなく気持ちよかったです。試合前のルーティーンは、現役時代も今指導者になった今でも特にはないんですけど、前日の日に、試合前日の日に寝れないっていうのは毎度のことでした。今もです。一番緊張した試合は、初めてなでしこジャパンに招集されて海外遠征行った時に、初めてドイツとのゲームでスタメン出場した時のゲームがもう一番緊張しました。体力、メンタル、技術、一番大事なものを決めるとしたら技術だと思います。サッカーは結局上手くないと楽しくないと思うし、いろんなことができるようになるからこそ、やっぱサッカーの楽しさっていうのがどんどん膨らんでくると思うので、やっぱり小さい時から技術力っていうのはつけた方がいいと思います。
サッカーに出会えてよかったことは、仲間がたくさんできたことと親孝行できたことです。エースハリマアルビオン一問一答コーナー、これでおしまいです。なでしこリーグ開幕したらぜひ見に来てください。